ボルフ・ビーアマン・ボルフ・ビーアマンはドイツの詩人。歌による社会批判を行う。ハンブルクに生まれる。両親は共に共産党員。ユダヤ人でもあった父は、ボルフが赤子の頃にナチスにより連行され、アウシュビッツ強制収容所で殺害されている。1953年、社会主義に希望を持ち母親を残してドイツ、民主共和国に移住、ベルリン大学で、 経済学を学ぶ。1957年より2年間、ベルトルトブレヒトの創設した劇団ベルリナー、アンサンブルで演出助手を務める。その後大学で数学と文学を学び、1960年頃より施策を開始。登録移住直後に地元の青年組織でキリスト教会との決別を宣言する集会に参加させられて信仰の継続を表明したことなどから、 社会主義政権に次第に厳滅。以後、詩人としてだけでなく自ら曲をつけ演奏を行い、社会批判的な内容から、たびたび政府の干渉を受ける。シュタージの微行や頭頂がつきまとい、自動車のブレーキに採工されて、交通事故死しかけたこともあったという。1965年に、東ドイツ政府により公的活動と出版を、 禁止されるが、以降も創作活動を続け、その作品は録音テープや紙片を通して、人々に伝えられた。1976年、西ドイツでの演奏旅行中に、東ドイツ市民権を剥奪され、家族と共に、西ドイツに泊まった。政府の決定当日には、東ドイツの作家クリスタ・ボルフ、ハイナー、ミュラー、フォルカー・ブラウン、ザラ・キルシュラが、 抗議声明を発表、西ドイツでも抗議集会が開かれた。当時、ビーアマンの監視を担当していた、シュタージ商工、ウォルフガング・シュミットは、追放決定を聞いた瞬間に失策だと驚き、その通りになったと回想している。市民権剥奪以降も東ドイツ政府に対する批判を続け、再統一前の1989年には再び、東ドイツで公的活動を行った。 1991年、ドイツ語圏で最も権威の文学賞、ゲオルクビューヒナー賞を受賞。1998年ドイツ国家賞を受賞。1999年のコソボ紛争、2003年のイラク戦争の際には政府への支持を表明している。4人の女性との間に子供を9人設けており、関係を持った女性の中には、シュタージの女性スパイもいたという。 ありがとうございます。